consider safety first. 安全性についてまず考えてみよう。To the newness of these drugs means that their long-term consequences are not yet known. これらの医薬の、新たな医薬の新しさは、が意味するのは、彼らの長期的な成り行きはまだわからない。このニューネスというのは、あれですね、新しく出てきたって意味ですよね。だから、ニューネス、クオリティオブビングニュー、クオリティオブビング、このニューネス、新しく出てきたって意味ですよね。新しく出てきた斬新さ、斬新さ、こっちかな。コロナドラッグの斬新さが意味するのはまだ彼らの長期的な成り行きがまだわからない。For the lower dose forms prescribed for diabetes, the side effects such as vomiting and diarrhea have been mild.低量の、低量の形で処方された糖尿病に対して処方されたで、これは された場合、副作用、例えばボミティング、吐き気とかダイアルフィア、下痢だよね、下痢のような副作用は、激しくない、has been mild. But others could crop up as the drugs are used more widely and at higher dose. しかし、他の、なんとか医薬の配合は、思いがけないことが起こるかもしれない。その医薬がより広く、そして高い多い量で、広い範囲で多い量で利用された場合、他の、ことが思いがけなく起こるかもしれない。Animal studies have shown a higher incidence of thyroid cancer.And semaglutide is associated with a rare pancreatitis. 動物実験では、より高い事例が紹介されたサイロイドキャンサーは、これは甲状腺がん。そしてセマグルタイドを利用によって、パンクレアスティス、膵炎ですね。稀に膵炎を引き起こしている。Little is known about the effect of using them during or just before pregnancy. 妊娠中、もしくは妊娠直前に利用した効果についてまだほとんどわからない。All this will require careful analysis through controlled longitudinal studies. 全てこれらはですね、管理された長期にわたる研究を通して注意深く分析をされる必要があるということですね。